C52 形状機機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が輸入した旅客用テンダー式蒸気機,機関車である。当初は8200型と称したが1928年10月の車両形式称号規定改正により C52 型に形式変更された。搭乗時は決定版と思われた C51 系であったが後継機の開発は休む間もなかった。 需要の旺盛な日本最重要の幹線である東海道、山陽本線用の旅客用機関車は速度のさらなる向上と牽引列車重量の増大という二つの難問に同時に対処しなくてはならなくなった。C51 型は技術上の限界に達していたと判断されたため、全く新しい技術の導入が検討された。そこで1925年、 国産化の方針を維持しつつ当時欧米で研究開発、実用化が進んでいた3シリンダー機構を導入するためにサンプル機を少数輸入することとした。これが後に、称号規定改正で C52 型となる8200系である。検討比較の結果、米国アメリカンロコモティブ社にハンダース6両の機関車本体のみが発注された。 ダース単位の発注が普通であった米国鉄道会の慣例で言えば最低限度の量数に発注数を絞り込んだことになる。しかも費用節約のため淡水車は日本製としておりまさに必要最小限度の輸入ではあったが鉄道省正式機で唯一そして日本の国有鉄道で最後の外国製蒸気機,機関車である。機関車は 同社のスケネクタリ工場で1925年11月に完成し、日本へは1926年2月に到着した。製造番号は66,409から 66,414? である。形式図車軸配置4から6から2系の急行用旅客機である。国産の淡水車は日立製作所製で、 D50 型と同じ水槽容量20立方メートル、燃料石載量8.24トン、台車は板台枠の二軸ボギー台車を2個履く。外観は当時のアメリカ様式そのもので、空気圧縮機、給水ポンプ等もアメリカ式のものが取り付けられていた。給水加熱器は、初めの3両が、ウォーシントン式給水装置と加熱器を、残りの3両は、エレスコ式給水加熱器を装備していた。 後者は、間接式の押し込み形で、鉄道調整式の本焦式丸型と同型で、煙突全部の煙室上に取り付けられていた。前車は直接式で、冷温水ポンプを二組使用し、ポンプと加熱器を一体にしたものである。その他、エコノミー式先代車、アルコ式動力逆転機、ネイサン式機械給油装置、フランクリン式自動焚口扉 動力加工仕様動機、5室、チャイム式機的などが共通部品であった。ターレットと称される箱型の蒸気分配室が運転台室外の過室上に設けられていたのも当時のアメリカ近代大型機の特徴であった。動輪直径は18,900系の 1,750mm より小さい 1,600mm である。弁装置は左右のシリンダが ワルシャート式、中央シリンダのものが左右の動作を連動テコによって合成するグレズリー式で駆動され、外側シリンダ上部前方には、弁装置のガイドとテコ受けが露出していた。主導輪は外側、中央とも第二導輪で、クランクの位相は本来三等分であるが、中央シリンダが傾斜8度傾斜していたため、わずかに左右とずれており、 右と中央が128度22、中央と左が111度38となっている。来着した本形式は早速各種試験に供された。5月からは鉄道省官房研究所の機関車試験室での大場試験と東海道本線の沼津米原間での走行試験が実施された。走行試験においては18,900が当たり比べて動揺が少なく、 引っ張り力の25%増加が確認されたが、道輪計が小さくバイパス弁がないため打業運転が劣り、飛行士面積が課題で、機関助士の投炭作業が困難であった。これは、アメリカでは両手滝や機械滝によりボイラーの能力を最大限に活用し、加速力を持って道輪計の小ささをカバーするのに対し、日本では経済性が優先されるため、飛行士面積と 電熱面積の割合が問題となるためである。アメリカ製の付属機器についてもそのまま試験に供され、データが集められたが、先代車、動力逆転機、飛行使用動機、滝口扉、汽笛等が以降の正式機関車に採用された。そのデータは国産化 C53 型の設計に生かされることになり、本形式に対しても31項目にわたる。 改装が1928年春に浜松工場で行われた。大半は日本での習慣や日本人の体格に合わせるための部品交換や改装であったが、一番の問題は、煙室扉下部にグレズリー式弁装置が露出していることで、これは死んだ清掃の際に故障の原因にもなることから、死んだ余計のエプロンが増設された。 運用試験では一時期神戸湖に配属されて山陽本線にも入線したが最終的に6両全車が名古屋鉄道局に配属された。沼津湖と名古屋湖に配置された本形式は東海道本線で旅客列車と一部の貨物列車を牽引し一時は上り特急4列車を牽引したこともあったが超特急円の運転開始時には淡水車を 円運用に投入された C51K5 両と交換している。しかし、常実の飛行士面積の大きさに近する燃料消費量の多さや弁装置の調整不具合による駆動部品の損傷の発生、加えてそれまでの監修に合わない付属機器の操作や保守に難儀したことで不評を買った。さらに C53 型が行き渡ったことで持て余された結果1932年には、 全車が第一主級車となり、沼津、浜松、名古屋、稲沢の各機関庫構内で長期間留置された。その後、輸送需要の増大もあって、山陽本線の瀬野八本松間の補助機関車として、本形式を転用することが1934年に決定。1935年春には C52-4 号機を浜松工場で改装し、翌年夏までに、 全車の改装を完了した。改装に際して、給水加熱器や空気圧縮器などの装備品を交換。蒸気ドームは、加減弁の変更もあって、大型の背の高いものとなり、過失上の蒸気分配室も運転室内に移された。使用圧力は 14kg 平方メートルに向上し、飛行士面積は3.25平方メートルに縮小された。また、 動力化工使用動機は撤去され、煙突も小ぶりのキャップ付けであったものが単純なパイプ型に交換された。一方、後部補機に用いられることから走行中に連結器を解放するための装置を取り付け、瀬野機関区転属号には全消灯を淡水車に移設している。改装後の本形式が配置された広島機関区瀬野機関宿では、 編成重量300トン以上の旅客列車には、短期、貨物列車は、10連という形で、D50 型と共に、補給運用に使用されたが、D50 型と比較して、元が旅客機であった、本形式は、牽引力に劣る一方で、石炭消費量は多く、機関の広がり合いの区の緩みなど線路への悪影響を与えたこと、機関車自体の保守も煩雑になり、8本末から、 瀬戸や広島へ改装する際の逆行運転では、視界が悪いといった点が嫌われたこともあって、戦時体制への移行に伴い、山陽本線の輸送力増強が進められた1941年に D51 系、さらに1943年からは D52 型が、瀬戸機関宿へ配属され、以降は、下関総者場を入れ替えようとして、下関機関区に転属した。 しかし、1945年の終戦で、貨物列車が大幅に削減されたこともあって、順次旧車となり、1947年に全車が廃車された。払い下げられたもの、保存されたものはない。また、C523 の淡水車は、水槽部分が山口戦管理所の用品入れとして1960年代まで利用されていた。書籍雑誌その他。 ありがとうございます。